さて最後の週になるんですが、はい、ここでですね、はい、まあ、そういういろいろな思いや経歴の話もお聞かせいただいたんですけれども、はい、いよいよ、この3区にですね、はい、連休明けぐらいからですね、はい、来ていただくことになると思うんですけれども、はい、さあこの選挙区、泉健太さんが、はい、この前選挙でですね、まあ、圧勝されました、はい、まあ、非常にこの方もですね、はい、強い方ですよね、はい、しかしこの方に勝っていただかなければならないんでね、なかなか高いハードルを超えていかなきゃなりません、はい、我々も一生懸命応援しますけれども、はい、まあ、この3区で、やっていくにあたってですね、はい、まあ、いろいろ本当に訴えたいことね、はい、まあ、課題意識を持っていることもいろいろあると思いますけれども、はい、今日は最後はそこをちょっとですね、思いをいろいろお聞かせください、はい、この度の補欠選におきましては、やはり政権与党である自民党から候補者を擁立しなかったことで、非常にまた一連のことでですね、自民党の支持者であった皆様方に非常に申し訳なかったという気持ちでいっぱいでございます。しかしながら、やはり責任を持って国を担っていくのは責任政党の自由民主党であると私は思っております。ぜひ皆様のご信頼をもう一度取り戻して、3区から自民党の火を消さないために頑張っていきたい、うん、与党の皆様と一緒に国を作っていくのだと、うん、そういった意識でやっていきたいと思っております。もし一つコントラストを、うん、お伝えするとしたら、本当に今現役の先生はずっとベテランで、うん、この道で頑張っておられた方で、それは本当に素晴らしいことだと思います。私の人生は意外とこうあっち行っては転んで、こっち行ってはぶつかってっていう中で、今置かれた場所で頑張っていたらまた次の道が開けてっていう、うん、そういった形です。ですので小さい時から何か一つビジョンを持ってそれに向かって突き進むことも素晴らしいと思うんですけれども、私のようにじゃあ10年前20年前はこんな自分は想像していなかったと、うん、そういったのもまた一つの人生だと思います、うんうん、そういった中で多様性、そして再チャレンジが可能な日本社会ということを具現化している人間として、うんうん、再チャレンジ可能な社会作りで頑張りたいと思っておりますし、うん、それに理解賛同してくださる方、うん、を皆さんにどんどん理解していただけたらと思います。ちょっと緊張しました。いやいや、でもそうですよね。安倍総理自身もですね、はい、再チャレンジなんですよね、はい、総理になられていろんなこう思いをですね持って第一内閣されて、いいことたくさんされたんですけども、はい、まあ、結局うまくそれが国民に伝わらずですね、はいはい、ギアすることになっちゃって、はい、その間に3年3ヶ月でものすごくやっぱり安倍総理自身もですね、はい、変わられましたよね、はい、僕ら見てましても思いますけど、でそれを今アベノミクスはじめいろんなところでその失敗を、今度は成功に変えるためにですねされてるんですよね。で、まあ、我々自民党もこの3区ではまさに再チャレンジなんですよ、はい、で特に宮崎さんがああいうことになったね、一番の原因はね、僕何度も言ってるんですけど、まあ、彼の個人の問題もちろんあるんだけれども、要はプライベートとね公とをねぐっちゃにしちゃったんですね。つまり子育てを彼はやっていくと、でそれでいいんですよね。ところがその自分の子育ての話を一つのパフォーマンスにしちゃってね、でその育児休業を国会議員もやるべきだとかいう話になって、でそうするとですね、僕は子育て国会議員もちろんいいんだけれども、これ国会議員っていうのは職業、普通の職業じゃないんですね。誰かに雇われてるんじゃなくて、要するに国民の主権者の代弁者、代理なんですよね、代表なんですよね。だから我々が休むということは主権者、国民の意見がその地域から上げられないし、代理をすることができなくなるというね、まあ、とんでもない自己否定になっちゃうわけですよね。しかしまあそれを何とかしなくてならない。そうするとそれは結局ね、権利で法律で育児休業をやるとかじゃなくて、やっぱりそういうことも含めて地元の方にですね、しばらくの間子育てがあるんでご理解いただきたいなり、またその同僚の国会議員の方々にもですよ、そういうご協力をお願いしたいと。要するにこれお互い様ですからね、そういうお互い様で何とか待っていきましょうと言っていけばですね、うん、あんまり批判されることもなかったしね、うん、でああいう叩かれることもなかったと思うんですが、
彼はそのプライバシーの話を、ね、今度パブリックに変える時にですね、なんか変な取っかえ方しちゃって、自分のやってる仕事というのはですね、本来有権者国民の代表である、でその占領というものの使命をね、なんかちょっと私は履き違えてしまったところから批判が浴び、その批判をもずっとやっていくと、彼の言動行動がなんかおかしいことしてるなってなってきたという気がするんですね。だからまあ彼は彼でこれから違う人生で再チャレンジされたらいいんですけれども、我々自民党はそういう方を選んでしまった。でそこで我々ですね、非常に有権者の皆さんには、まあ、私は府連会長と賞詫びをしてきたわけですけれども、今度まさに我々も再チャレンジなんですね。そういう方を選んだんだけど、今度はしっかりそういうことを、起こさないだけじゃなくて、全く違う観点で、ね、皆さん方にしっかり応援していただける方を選びましたと。だからぜひ皆さん方、今度はもう一度自民党に信頼して木村さんを応援していただきたいということで、党としても再チャレンジですしね、はい、だから本当にそれはもう全て先生の人生もいろいろ再チャレンジが何度かあったみたいですけれどもね、はいはい、だからこれは国民みんながそういう思いどっかであると思うんですよね、はいはい、だからその象徴として再チャレンジの女王ですかね、はい、何か新たなキャッチフレーズがいるから、ね、もう再チャレンジのバチョンで結構大丈夫です。それから先生がおっしゃってるような先ほどのちょっと待機児童の問題でもおっしゃってた、ね、やっぱりコミュニティがやっぱりもっと活性化していかなきといけなくって、ね、都会はその、関わらないことをコミットしないことを良しとしていたところがあるんですけれども、ね、これから本当に高齢社会の中で首都圏なんかはですね、独居高齢者が250万人以上これから増えると言われているんですね。で、認知症の徘徊の問題、それから児童虐待の発見の問題、やっぱりコミュニティ地域の力っていうものを、やっぱりもうちょっとちゃんとね、アップしていかなくてはいけないというところで、コミュニティ力の活性化っていうのも一つテーマとして挙げたいと思います。そうですね、はい、特にその意味で言うと京都は結構いいと思いますね、はいはい、やっぱり古い町ですからね、はい、代々住んでる方もたくさんいるし、はい、でもちろん伏見もそれ大徳にもそうですけれども、新たに来られた方もたくさんおられるんですけども、はい、要するに気取ってる町じゃないんでね、はい、みんな下町のそういう、はい、庶民的な人の懐かしさとね、世話好きの良さがあるところです、はいはい、だからそれは多分木村さん行かれたら、はい、大いにそういうところでコミュニティの皆さん方に応援していただけると思いますよ。よろしくお願いします。まあしかしいずれにしましてもね、早く住んでいただいて、はい、それであれですね、みんなに名前を顔をね覚えていただかなければなりません、はい、でそのためにはまず参議院選挙がですね、はい、7月多分10日だと思うんですけども、はいはい、これ二之湯智先生が、はい、まあ、私の先輩の先生ですけども、はい、3期目の選挙をされるんですね、はい、でここでこの前までですね、はい、宮崎さんと二之湯先生のポスター、二円ポスター貼ってたんですよね、その3区では。ところがもうああいうことになってですね、はい、みんなもう宮崎さんのポスターは ね,、はい、ねもういらんと、宮崎に行くけりゃ二之湯までいらんって話になっちゃって、はい、その二円ポスターも全部剥がされちゃってるんですよ。ですから今二之湯先生は今度、木村さんと一緒にですね二円ポスターを作って、それをまず、この3区全体にね、はい、貼っていただいて、はい、でその時にいろいろね市長さんもまた地元で作っていただかなきゃならないけど、はい、いろいろなところでそういうポスターを貼っていただいたり重宝していただくことも、ね、はい、お願いも含めてね、はい、ずっと回っていかれると、はい、いろいろまた話聞けると思いますよね。はい、ありがたいことです。あれだから今までだからあれですよね、ポスター自体は比例だからなかったんですよね。はい、全国の看護連盟の事務所用に、ね、ポスターを作っていました。だから、はい、表にあるのは今度は、はい、実は初めてですですよね、はい、だからぜひね皆さんこれからポスターを貼ってやろうという方いましたらね、これもまたね行っていただきたいんですね、はい、でとにかく京都に来たのもですね、ドクターイエローに導かれて幸せの黄色い列車ですよ。これに導かれて、本当ですよね、はい、やってこられて、でこれから人生再チャレンジやっていこうと、自民党もそうだし木村さんもそうだし三区もそうなんでやっていく、まあ何かね、なんか京都もなんか新しい時代が来るのかなという僕も感じしますよね、はい、
まあ、そういうことで、はい、ではこれから産区の皆さん方中心にぜひ木村弥生先生応援していただきますようにお願い申し上げまして、週刊西田の西田ビジョンお話しいただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。